Draw My Life。 生まれる前から母親のお腹を切りまくるデンジャラスな男だった。俺は生まれた時に泣かずに笑った。取り上げてくれたサンバさんの親指をへし折ってやった。俺の父はバーダック、最下級サイヤ人だった。よく尻尾で遊んでもらった。友達のゴメちゃんと一緒に遊んだ。小学校に上がると俺たちの島に勇者がやってきた。怖かった。友達、サスケに人生をかけた男、山田。反り立つ壁を登れない。中学になると飛天御剣流クズ流戦で学校中の不良を一掃した。でも山田は壁を登れない。高校、友達の信と女を取り合い死闘の末勝利したユリアは屋上から飛び降りた。これを見た長友がお辞儀した。俺はこの頃から寝るときはノーブラ、好きな食べ物はニンニクラーメンチャーシュー抜き。社会人になった俺はプロレスラーになりたかったけど筆記試験で落ちた。フリーターになってカイジの黒服のバイトをやった。沼を間近で見た。カイジの耳にあの装置を取り付けたのは俺だ。 YouTube を始めたきっかけは、大きいうんこをして流したくないから動画で撮り始めたのがきっかけ。今では便器に照明を当て、カメラも高級なものを何台も使い、台本も書いて撮影を続けている。そんな俺にも仲間ができた。1尾から9尾全員いる。今ではみんなで忍びの里を破壊し回っている。そんな俺の名を言ってみろ。こうして俺はトンボに変身し、第二の人生を歩むことになった。